あなたの周りにもいるかもしれません。クールでかっこよくて、だけどちょっぴり。250円です。あ、またやらかした。ドジな男子たち。今の勘違いは恥ずかしすぎる。慣れないことはするもんじゃないな。ドジな自分を自覚している。あぶねえ、ごまかせた。まあいい、今日は別にガチじゃないし。つか、かわいいハハハってなんだよ。今日こそは定時で帰りたい。せめて癒しが欲しい。僕も早く自分なりの癒しを見つけよう。あんまり考えすぎなくていいか。世界はいいもので溢れているんだ。自分なりの強みがある人ってかっこいいな。これはそんなドジさえもクールに決めてしまう男子たちの日常談。夢のベルが奏でるクレンディングオール最終機の5番線ホーム。すみません、アイスコーヒーのホットを2つでお願いします。アイスコーヒーのホット、あえてだから。あ、めちゃくちゃ怒ってる。一見クールでも出会ってみると案外楽しい日々が待っているかもしれません。クールドジ男子2022年10月放送開始。